エドワード・コルストンの像は、イギリスのブリストルのセンターに建てられた銅像である。この像は、ブリストル出身の商人、エドワード・コルストンを記念し、1895年に彫刻家、ジョン・キャシディによって、ポートランド石の台座の上に作られ、1977年に第2級イギリス指定建造物に指定された。特殊化として知られる、 コルストンの経歴の精査が進む中につれ、大西洋奴隷貿易に関与していたことが判明し、像の撤去が求められていた。そして、2020年6月7日、ジョージ・フロイドの死に橋を発した抗議活動中に、ブラック・ライブズ・マターのデモ隊によって、コルストンの像は引き倒され、汚され、ブリストル港に投げ込まれた。台座も落書きで覆われたが、そのまま残っている。 この像は港から回収され、6月11日にブリストル市議会によって安全な保管場所に安置された。エドワード・コルストンはブリストル出身の商人で1680年から1692年まで大西洋奴隷貿易で財を成し、王立アフリカ会社の役員であり、1689年から翌年までの短期間副総裁を務めた。コルストンの在任期間中、 会社は推定8万4千人の奴隷を西アフリカからアメリカ大陸に輸送したが、そのうち約1万9千人が途中で死亡した。コルストンはその富を利用して、イングランド全土、特に彼の故郷であるブリストルのアルムスハウス、病院、学校、ワークハウス、教会に財政支援を行った。彼は死後7万1000ポンドを事前団体に、 また十万ポンドを家族に残した。19世紀には彼は特殊化として見られていた。彼の財産の多くが奴隷貿易で作られたという事実は1990年代までほとんど無視されていた。イルカ像の細部元の状態では10フィート6インチの台座の上に8フィート8インチのコルストンの銅像で構成されていた。この銅像ではふさふさのカツラ。 ベルベットのコート、サテンのウエストコート、オードショースを着たコルストンの日常姿が描かれている。台座はポートランド石製で銅製のプレートとイルカの像で飾られている。台座の各面にある4つの名盤のうち3つの名盤はアール・ヌーボー様式のレリーフ彫刻で2つの名盤にはコルストンの人生の場面が3つ目の名盤には海のファンタジーが描かれている。 南面の銘板には、Elected by c i t i z e n s of Bristol as A Memorial of the Most Bart s h u a s and Wise s of t h e City AD 1895と、ジョン・キャシリー・フェキットの文字がある。ジョン・キャシリーが制作した、この像は、エドワード・コルストンの事前活動を記念して1895年に、現在のセンターとして知られる位置に建てられた。 混流を提案したのは、怒り協会の会長であったジェームズ・アロー・スミスであった。一般の人々や、コルストン関連の事前団体に向けて、2年間の募金活動の中で何度か訴えた結果、中造と混流に必要な金額よりも少ない650ポンドが集まった。残りの150ポンドは、匿名の寄付者からの寄付であった。コルストンズスクールの卒業生も募金に参加した。 この像は1895年11月13日に、ブリストル市長とブリストル市教によって除幕されたが、この日は、コルストンの日として、市内では、以前から知られていた日であった。除幕後も、貿易承認協会からの資金も含めて、さらなる資金調達が行われた。1977年3月4日、像は、第二級イギリス指定建造物に指定された。 指定の理由は以下の通りである。2018年の像この像は20世紀末には物議を醸し始めていた。コルストンに対する評価はブリストルの市民の間で意見が分かれており、一部では学校や他の事業への寄付を理由に町に霊感を与える人物とみなされているが、実際には彼と宗教的、政治的見解を同じくする人々だけを支援するために、 事前事業を行っていたという。コルストンの奴隷商人としての活動がより広く知られるようになると、ブリストルの多くの人々は彼を否定的な目で見るようになった。1920年に彼の奴隷貿易活動を明らかにした H.J. ウィルキンスは歴史的背景に照らし合わせない限り彼を正当にイメージすることはできないとコメントしている。コルストンが 奴隷貿易に関与したのは、イギリスの奴隷廃止運動よりも前のことであり、イギリスでは、一般的に奴隷制度が、教会員、知識人、教育を受けた階級の間で、ヨーロッパ全体でも容認されていた時代であった。1990年代以降、像を不名誉なものと表現して、像の撤去を求めるキャンペーンや単案書が相次いだ。1992年、この像は、 ブリストル港にある元紅茶倉庫のギャラリー、アルノルフィーにで開催された帝国のトロフィー天皇一環として、キャロル・ドレイクによるインスタレーション記念日に描かれた。ドレイクのインスタレーションは、1973年にコルストンズスクールの女子生徒たちが彼の像を花で覆っている写真と、学校の賛美歌心の中の清らかなものよ、喜びの音声の前で、コルストンの好んだ花である、 腐った菊の上でブランコを振っている像のレプリカを組み合わせた。1994年の帝国のトロフィーのカタログでは、ドレークはこの作品の意図を次のように述べている。西洋文化の盲点、そのような帝国のトロフィーを築いた富の源を否定する集団的健忘症と支配的な白人文化とその人々が海外や国内で他の文化や人々から、 搾取されて、利益を得ている方法を紹介している。1998年1月、ウの台座に、ペンキで、スレーブトレーダーと書かれた。ブリストル市議会議員のレイセフィアは次のように述べた。私たちがこの町で、奴隷貿易を賛美したいのであれば、このウは残るべきである。もしそうでなければ、ウには、彼が奴隷商人であったことを示す名番をつけるか、取り壊すべきである。 2014年に地元紙ブリストルポストの世論調査では1100人の回答者のうち56%がコルストン像は残すべきだと答えたが44%はコルストンの像を撤去してほしいと答えた他の人たちは奴隷制度の犠牲者を称える記念名板をコルストンの像に取り付けることを求めた公選初代ブリストル市長に選出された ジョージ・ファーガソンは2013年にツイッターでコルストンのための祝賀会は変態的なものであり私が参加するものではないと発言した2017年8月ゾウの台座にブリストルが1730年から1745年にかけて大西洋奴隷貿易の首都であったことを宣言し奴隷となった1200万人のうち600万人が トらわれ者として死亡したことを追悼する無許可の記念名板が貼られた。この銘板は彫刻家のウィル・コールズによって作られたもので彼の目的は人々に考えさせようとすることだったと述べている。この銘板は同年10月にブリストル市議会によって撤去された。2018年にはブリストル西の労働党議員であるタンガム・デ・ボネールが像の撤去を求める書簡を ブリストル市議会に提出した。像の撤去を求める嘆願書は、像が倒されるまでに1万千人以上の署名を集めていた。2018年10月18日、イギリスの反奴隷デーを記念して、コルストンが関わったよう歴史上の奴隷取引と現代の奴隷制度を結びつける非公式のアートインスタレーションが、像の前に現れた。それは、フルーツピッカーや、 ネイルバーワーカーなど現代の奴隷が一般的に行う仕事をリストアップしたボーダーで囲まれた奴隷船のように配置された約100人の業界の人物を描いたもので数ヶ月間残っていた。別のインスタレーションではボールとチェーンが像に取り付けられていたのを目撃された。2018年7月、像の管理者であるブリストル市議会は彼の事前活動や 奴隷取引への関与を含む、コルストンに関する一般的な知識を追加する二つ目の名板を追加する計画申請を行ったが、当初提案された文言には大きな批判が寄せられ、文言の書き換えが行われた。二つ目のプレートの当初の文言は、奴隷貿易におけるコルストンの役割、ブリストル選出の通り当初民議員としての短い任期、彼の事前活動が、 宗教的に選択的であることを批判していた。1680年から1692年まで、王立アフリカ会社の役員として、エドワード・コルストンは8万4000人以上のアフリカ人の奴隷化に積極的な役割を果たし、そのうち19000人以上がカリブ海とアメリカに向かう途中で死亡した。また、コルストンはスペインの奴隷貿易と、 奴隷生産の佐藤にも投資した。ブリストル選出のトーリー当初民院議員として、彼は奴隷にされたアフリカ人を取引する市の権利を擁護した。彼の宗教的、政治的信条に賛同しない、ブリストルの人々は彼の事前事業から利益を得ることは許されなかった。コルストンが会員であった貿易商人協会はこの文言に異議を唱え、 ブリストル保守党の議員はこの文言を修正主義者、歴史的に文盲と呼んだ。ブリストル大学の歴史学准教授が共同執筆した第二版が2018年に評議会によって提案され、コルストンの事前活動、奴隷貿易での役割、国会議員としての時間について簡潔に説明する。一方で、コルストンが今では物議を醸していると考えられている。 ことにも言及した。また、ブリストル市立博物館、美術館の元学芸員によって編集され、ブリストル市民協会によってバックアップされた第3の提案が作成された。しかし、この文言は第2の提案の背後にいる歴史家であるマジドレッサーによって歴史が無害化されたバージョンとして批判され、この文言がコルストンの役割を最小限に抑え、 子供の奴隷の数を省略し、元の奴隷としての西アフリカ人に焦点を当てたものであると主張した。また、第3版は貿易承認協会の会員によって書かれたと報告された。2020年6月、貿易承認協会は2018年に名版の書き換えに関与したことが不適切であったと述べた。最終的には、さらに変更を加えた文言の決定版が合意され、 次のような文言が記された、同盟版が鋳造された。エドワード・コルストン、ブリストル選出の庶民院議員は、この町で最も偉大な恩人の一人であった。彼は、ブリストル、ロンドン、その他の場所で、学校、事前施設、病院、教会を支援し、寄付を行った。彼の事前財団の多くは、現在も存続している。この像は、 彼の事前活動を記念して1895年に建てられた。コルストンの富のかなりの割合は、奴隷貿易、砂糖、その他の奴隷生産品への投資に由来していた。1680年から1692年まで、王立アフリカ会社の役員として、約8万4千人の奴隷となった、アフリカの男性、女性、幼い子供たちの輸送にも関与し、 そのうち1万9000人が西アフリカからカリブ海やアメリカ大陸への航海で命を落とした。しかし、名盤の中造後、その設置は2019年3月にブリストル市長のマービン・リースによって拒否権を行使された。同市長は文言の作成における貿易承認協会の役割を批判した。市長オフィスからの声明は、 最終的な文言を受け入れられないとし、リースは相談を受けていないと主張し、二つ目の名盤の制作を継続することを約束した。ゾウの元の位置とブリストル湾に登記された場所2020年6月7日、アメリカでのジョージ・フロイドの死を受けた世界的な抗議活動の間に、ゾウはデモ隊によって引きずり下ろされ、その上に飛び乗った。彼らはゾウに 赤と青のペンキを塗り、一人の抗議者が、ゾウの首を膝で押さえて、アフリカ系アメリカ人のフロイドが、警官の膝の下で死亡したことを想起させた。その後、ゾウは、アンカーロードを転がされ、ブリストル湾に押し込まれた。エーボンサマセット警察のアンディ・ベネット警視は、行為を止めることで、さらなる暴力や暴動につながる、可能性があるという懸念を理由に介入しないという、 戦術的な決定を下し、像の倒伏を見逃したと述べた。また、彼らの行為が、器物損壊であると述べ、事件の映像を照合中であることを付け加え、関係者を特定するための捜査があることを確認した。翌日、警察は事件に関連して17人を特定したと述べたが、まだ逮捕者を出していないと発表した。6月22日、 警察は事件に関連する人物の画像を公開し、個人の特定に協力を求めた。7月1日に24歳の男が像への器物損壊の疑いで逮捕されたが、警察の捜査の結果、保釈された。2020年9月、英ンサマセット警察は、告発が行われるか否か決定するため、器物損壊の容疑者4人を検察庁に送致したと発表した。 さらに5人が罰金や社会奉仕などの修復的司法の対象となった。2020年10月1日までに6月7日の事件の関連で合計6人が警察から注意を受けた。2020年12月9日、像の倒壊に関係した4人は刑事上の鬼没損村罪で起訴された。彼らは2021年3月2日に ブリストル治安判事裁判所に出廷し、無罪を申し立てた。裁判は2021年12月13日に予定されている。6月7日、プリティパテル内相は、像の引き倒しを全く不明誉なこと、完全に容認できないこと、単なる破壊行為と呼んだ。彼女はさらに、人々が抗議している大義から目をそらすようになった、公共の混乱の行為を物語っていると付け加えた。 ブリストル市長のマービン・リースは、これらのコメントは、絶対的な理解の欠如を示していると述べた。6月8日、リース市長は、この像は侮辱であり、撤去されたことに損失感はないとしながらも、像は回収され、コルストン像は、私たちの博物館の収蔵品の一つになる、可能性が高いと述べた。歴史家で、テレビ司会者のデイビッド・オールソガは、像は、 もっと早く取り壊されるべきだったとコメントしている。ゾウとは、この人は偉大なことをした偉大な人だったというためのものだ。彼は奴隷商人であり、殺人者だった。英ンサマセット警察のアンディ・ベネット警視は、コルストンが、ここ数年、黒人社会に多くの怒りを与えてきた歴史的人物であることを理解していると述べ、次のように付け加えた。 私は人々が私たちの像を傷つけることに失望しているが、なぜこのようなことが起こったのか理解している。非常に象徴的だ。プラカードや落書きで覆われた空のダイザリンス市長は、この像が人類への冒涜を表すものであることを発見した人々の声に耳を傾け、人種差別と不平等に取り組み、私たちの街の未来について、今日のレガシーを作ることが重要であり。 私は、私たちの街の隅々まで、そして、どこで見ても、人種差別と不平等に挑戦することを皆に呼びかけるとの声明を発した。クリシュナングルマーシーから受けたインタビューでは、私たちは、私たちの人々を、水の中に放り込んで金儲けをした人の像を、持っている。そして今、彼は、水の底にいると述べている。リースは別のインタビューで、この像はおそらく、 ある時点で港から回収され、市の博物館に収蔵される可能性があるとコメントした。また、抗議者が残したプラカードがブリストルのエムシェット博物館で展示されることを確認した。ボリス・ジョンソン首相のスポークスパーソンは、強い気持ちは絶対に理解していると述べる一方、民主的なプロセスが踏まれるべきであり、警察は犯罪行為に関与した者に責任を問うべきだと、 主張した。ジョンソン首相の批判的な発言は、像の撤去のみに言及し、人種差別への非難を伴っていた。キアスター・マーロ働ド首主は、像を引き倒す手段は、完全に間違っていると述べたが、ずっと前から撤去されるべきだったと述べた。彼は、21世紀のイギリスでは、台座の上に奴隷承認を置くことはできず、像は、同意を得て、 適切に撤去され、博物館に置かれるべきだった。と付け加えた。貿易商人協会は6月12日に、像が亡くなったことは、ブリストルにとって正しいことだ。人種差別や不平等がもはや存在しない都市を建設するためには、ブリストルの暗い過去を認め、人の命を売買することで利益を得た男を追悼する彫像や肖像が、 名前を撤去することから始めなければならないとの声明を発した。像が倒された後、西インドフ頭建設の指導者であり、奴隷仲外人だったロバート・ミリガンの同様の記念碑は、イースト・ロンドンの反対運動の後、平和的に撤去された。2020年6月9日、タワー・ハムレッツ区議会がロバート・ミリガンの像を撤去したのと同じ日に、ロンドン市長のサディクカーンは、 奴隷制度に関連するロンドンの像や通りの名前を撤去するか名前を変更するよう求めた。カーンはロンドンのランドマークを見直すため公共空間における多様性委員会を設立した。6月17日、ヘンベリーのセーメリー教会の教会庭で奴隷にされた男スキピオアフリカノスの破壊紙と足石が破壊された。襲撃者は石の一つを二つに割って、 コルストンの像を元に戻さないと事態が本当に熱を帯びるぞという警告を書き込んだ。地元議員は報復だと信じている。像が撤去された後、その場所にポール・スティーブンソンの像を建てるようにとの請願が始まった。元ベリストルの青年労働者はアメリカのモンゴメリーバスボイコット事件に触発されて1963年に起こった。 ブリストルバスボイコットに尽力した黒人である。この運動でブリストルのバス会社における違法な有色人種雇用禁止に終止符が打たれた。台座は空のままだが非公式な像がいくつか置かれている。2020年7月11日には次のプラカードを掲げ、不名誉なテレビ司会者ジミー・サビルに扮したマネキンが台座に登場した。 彼らは誰も私を止められなかったし、あなたの受信料がその代償となった。マネキンは1時間ほど台座の上に置かれた後、撤去された。2020年7月15日早朝、当局の許可なく空の台座にマーク・クイーンによる像が建てられた。力のうねぎ2020と題された。この像は拳を振り上げたブラック・ライブズ・マターの抗議者を描いている。クイーンはこの像を 新たな仮説の公共施設と表現している。ブリストル市議会は7月16日の朝、この像を撤去した上で、作者が返還を求めるか、私たちのコレクションに寄付するか決めるまで自分たちの博物館に保管すると述べた。2020年12月2日には、ダース・ベイダーの置物が台座に登場した。2020年11月29日に没した俳優。 デビット・プラウズへのオマージュと見られている。2020年6月11日午前5時、この像はブリストル市議会によってブリストル港から回収されたが、ブリストル市議会は腐食を防ぐために清掃を行い、その後、抗議者たちによって置かれた落書きやロープを取り除かずに、博物館に展示する計画である。エムシェット博物館は、像の泥を清掃作業中に、 1895年10月26日という手書きの日付と元々像を取り付けた人たちの名前が書かれた1895年発行のティットビッツ氏を発見した。ありがとうございます。